yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane。どうもこんにちは、モノグラフの堀内です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日もね、昨日の動画に続いてかな、ちょっと革製品のお話をねさせていただくんですけれども、今回はですね、ドリップから新製品ですね、僕がやっている株式会社ドリップっていうね会社からレザーを使ったアイテムがね、ちっちゃい方なんですけど2つ出たので、まあ、簡単にですね僕の動画の方でもご紹介をしておこうと思います。ついね、人気比で本当に出したね初日にまあ一部のね色は完売しちゃったりしてるんですけども、まあ、すぐにですね、これらのアイテムはまあ1ヶ月とか、まあそれぐらいでまた再販すると思うので、まあ、今のうちにねちょっとご紹介をしておこうと思います。まあ多分ねもうすでに買いましたよっていう方もいると思うので、まあそういう方はですね、まあ、ぜひね何買いましたとかね何色買いましたっていうのをねコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。まあ、今回は2つあるので順番にご紹介をしていこうと思います。まず1つ目のアイテムがこちらですね、エアタグ、アップルのエアタグを入れるためのですね、レザーのケース、これを作りました。アップルからですねエアタグ出て、まあ、やっぱりこれをね持ち運ぶ方法って、まあ、やっぱり必要だよなということで、まあ、うちでもね作ってみようという形で、こういつも僕らが使っている熟成レザーですね、プレッソとかチップですね、普段こういうね他の革製品にも使っているこの熟成レザーを使って今回ね作りました。まあ、この熟成レザーっていうのはですね本当にまあ経年変化が非常にね分かりやすく出る革になってまして、オイルがねたくさんこうたっぷり染み込んでいるので、まあ、使えば使うほどですねこう光沢がね増してきてこうレザー本来のね味が出ますっていうようなアイテムになっています。でそれを使ってね作ったのがこちらのエアタグのケースになってますね。こんな感じでエアタグ表面がねこの前から見えて、で後ろはこんな感じになってますね。まあかなりねギリギリのサイズで作ってます。このねエアタグにちょうどぴったり寄り添うような感じになっているので、多分これね使っていけばどんどんですねこのエアタグの形ですね、これがねもっとねポコッとこうね浮き出てきて、まあ、よりですねこう味がね出やすいんじゃないかと思います。もうちょっと使ったらですねかなりくっきりねこう形がつくんじゃないかと思いますね。はい、でこちら紐のところも、同じねこれレザー使っていまして、すごいね簡単に、こんな感じで取り外しができるようになっています。中からですねこんな感じでエアタグを、取り外してっていう形でね、使えるものになっています。カラーは、これねアメリカーノっていうねちょっと、この深い茶色ですね、深い茶色のものと先ほどのブラックと、あとは、こちらのですね、ちょっと、明るい茶色ですね、モカ、このね裏地がちょっと明るい感じのモカですね、これが一番経年変化出やすいタイプなんですけども、このね3色という形で今回作ってみました。でこのレザーケースですね、僕どんな感じでエアタグ使ってるかと言いますと、これですね、こちらの傘に、くっつけて、こんな感じで使っています。まあというのもですね、僕結構ねこの傘なくしちゃうんですよね。せっかくねいい傘買ったりねこうもらったりしても、まあ、どうしてもこう電車に置いてしまったりとか、こうコンビニに入った時にこう置き忘れてしまったりとかっていう形で、今までね何度もね傘なくしてるんですよね。なのでこう今までこうちょっと高い傘ってすごい使いづらかったんですけども、まあ、こうねエアタグがあれば万が一ねこう忘れたとしても、傘ねまた回収しに行けるんじゃないかっていうことで、こちらですね、この傘にね、このエアタグつけています。この傘は、トラディショナルウェザーウェアさんというね、メーカーのものでもらい物なんですけれども、まあ、結構ねこれ気に入ってまして、これ持ち手のところは、こんな感じでね竹が使われています。バンブーのね竹が使われていて、ここにねちょっとこのねプレートがついていて、で、さらにですねこの先ここの開いたこの、傘の部分、これが、ビニール傘になってるんですよね。こんな感じで、ビニールのね素材が使われています。なので、まあ、この辺のね持ち手のところはクラシカルなんですけど、これね刺したところは結構ねなんというかスタイリッシュなんですよね。今時のこの現代風のね感じもありつつ、このね、ちょっとオールドな感じもありつつっていうこのね、合わせ技がすごくねかっこいいなと思って、すごいねお気に入りの傘なんですね。で今まででもこれなかなか使えなかったんですよ。本当に絶対忘れない時しか、まあ、持ち運ばないっていうふうに決めてたんですけれども、
これからはですね、まあ、これエアタグのおかげでもっと、ね、気軽に持ち出せそうな気がしています。まあ、本来はねこの熟成レザーっていう革があんまり水濡れとかは、ね、推奨してないんですけれども、まあね、まあ、これエアタグのケースなのでもうちょっとねガシガシ使ってみて、で、まあ、そこで出る風合いもねいいんじゃないかっていうことで、こんな感じでね使っています。はい、なので、まあ、一つ目はねこのエアタグのケースですね。まあ、値段的にも、いわゆるね普通のこうレザーケース、アップルの公式のレザーケースとか、その辺の、ね、レザーケースよりはね若干ね、安いと思います。結構安めの金額なんですけど、使ってる革は他のね、プレストとか、フロアパックとかに使ってるものと同じ、まあ、本当にね、まあ、素晴らしいレザーなので、まあ、ちょっとね今までこうエアタグこう気になったけど、まあ、ちょっとね入れるものがねなかったですとか使い道がねよく分かんなかったですっていう方は、まあ、ぜひですね、こちら使ってみてください。続いて、2つ目ですね、最近出した商品というのがこちらになります。ドリップのですね、キーケースプレッソホルダーというね名前のキーケース作りました。これは、まあ、先ほどのね、エアタグとか、チップとかと同じ熟成レザーを使った、まあ、非常に、ね、シンプルなキーケースになっています。まあ、このねこういう革製品ってあんまりねこうゴテゴテしすぎていないシンプルな、ね、構造の方がやっぱりねこう革の、経年変化というかこう良さっていうのをねこう存分に感じられるので、まあ、できるだけねこう見た目はね複雑にせずですねシンプルにまとめたかったんですね。でカラーは先ほどと同じこのモカと、アメリカーノとブラックですね。これねどういうキーケースかと言いますと、こんな感じで、上にですねこの U 字型のパーツがついていまして、その中にですねフックが3本入っています。で下の方はこれハトメになっているのでこうパチッとね、開いてあげるとこうねガパッと開いて中の鍵をね取り出すことができますっていうものになっています。まあ、こういうキーケース構造としてはね、まあ、非常にシンプルでよくあるものなんですけれども、まあ、ちょっとね、変えたところで言うと、まあ、普通はですねこのフックが、ついてないものが多いんですよ。このね、バーの中に鍵を通してこうね引き出して使うみたいなものが多いんですけど、意外とですねこのバーでこう固定するタイプのものだとこう鍵がね通らない、穴が通らないものが多かったりとかするので、やっぱりねフックの方が使いやすいだろうということで、こちらね3本だけフックをつけています。で想定している、まあ、鍵の本数もまあ3本から多くて4本ぐらいかなと思っています。まあ改めてね考えてみたんですけど、こうまあ持ち運ぶね鍵って、まあ、家の鍵と、まあ、あとは例えばこう実家の鍵とオフィスの鍵と、まあ言ってもこうね自転車の鍵とかそれぐらいになるかなと思ったので、まあ、できるだけねこう持ち運ぶ鍵の本数を減らすっていう意味でもですね、まあ、3本ぐらいかなっていうところで作ってみました。僕の場合はどんな感じで使ってるかと言いますと、まあ、かなりねシンプルでして、中に入ってるのは2つだけですね。1つはこの、オフィスの鍵ですね。ドリップのオフィスの鍵が1つと、この真鍮の靴べらですね。この2本だけでねもう生活しています。まあ、自宅の鍵はねどうしてるかというと、セサミっていう、ね、スマートデバイス使いまして、スマホでね開け閉めができるんですね。なので鍵を持ち歩く必要がないということで、もう本当にねもうこれだけですね。もう極力シンプルな形にしたのがこれという形ですね。まあ、ちょっと本当はねオフィスの鍵、こちらも、本当は電子化したいなと思ってるんですけれども、ちょっとねオフィスが古いんですよ。ちょっと古の建物に入っているので、その鍵のね、設置というのができなくって、まあ、泣く泣くねこれだけ物理の鍵をね持ち運んでいますっていうものですね。でこちらはですね、まあ、革靴履くときとか、きつめのね靴を履くときにですねこれあると便利っていうことで、これはねずっとこうお守り代わりにですね入れてるものですね。まあ、かなりね僕の場合はもうシンプル、なんですけれども、まあ、普通のね人だったら多分まあこう 2,3 本はね鍵持ち運ぶかなっていうことで、まあ、最大でね3本入るまでのね、形にしております。かつですねこれ真鍮の金具使ってるので、この革だけじゃなくてですねこの金具自体も経年変化するんですね。まあ、まだちょっとですね、まあ、1ヶ月はそこまでじゃないんですけど、まあ、すでにですねちょっとこの光沢が違うんですね。この1ヶ月使ったバージョンと、このね新品のバージョンでいうとちょっとねもう1ヶ月使った方がくすんできて、ちょっとずつですね味が出てきてるかなっていうふうに思いますね。こういったところでも革がね経年変化するのに、金具がねそのまま、綺麗なピカピカのままだと、まあ、あんまりねちょっと合わないかなっていうと
ところで、わざとですねこの真鍮の部分はねこう無垢のね塗装をしない、ラッカーとかの塗装をしない仕上げにねしていますっていうものですね。あとね使い方としては、先ほど言ったこのエアタグのケースですね、これをこんな感じでくくりつけてあげて、一緒にね、こうセットにしてあげるっていう方法もね、あるかなと思います。最初はねこのエアタグも、含めるような形でというか、この収納できるような形のキーケース作ろうかなとね思ったんですけども、そうするとですね結構キーケース自体がすごく大きくなっちゃうんですよ。このねやっぱエアタグがねどうしてもかなり大きいので、それ合わせて作っちゃうとちょっとねこうキーケース単体で使うのがね、ゴテゴテするかなっていうところで、今回はねあえて別でね、自分で選べるようにしています。なのでこう鍵にねエアタグをつけたいっていう方は、一応ねこういう方法がありますっていうね、ことだけはちょっとご紹介しておこうと思います。はい、というわけで今回は本当にね、簡単だったんですけれども、ドリップからね、こういう新商品が出ましたっていうことでね、動画でもご紹介をしてみました。こちらのキーケースと、こちらのエアタグのね、ケースですね、どちらも熟成レザーを使ったアイテムですね。本当にねありがたいことに、この熟成レザーのねファンっていうのがどんどんねやっぱ増えてきてくれて、でこれでねこう身の回りをこう統一してますみたいなね、人がすごいこうツイッターとかでもね増えてきたんですね。なのでね非常にこう嬉しいなと思って、で、そういう人たちのね意見を聞きながら、どんどんね、こういう製品はねたくさん作っていこうと思いますので、もしねこういう製品ね、欲しいなとか、こういうアイデアあるんですけどどうですかみたいなのあれば、ぜひねどしどしねコメント欄の方でも教えてください。結構ね、この熟成シリーズに関してはねいろんな製品幅広くね作っていっていいかなと思ってますので、ぜひね皆さんのご意見参考にさせてください。で実際にそこから商品化になることもねかなりあると思います。というか、実際にこのキーケースとこのエアタグケースも皆さんのね意見を聞いて、こういうの欲しいですっていうのを元にして作ったアイテムなので、また同じようにですね皆さんと一緒にこう製品をね作っていければなと思います。はい、こんな感じでねこのチャンネルモノグラフではこういうね雑貨の話だったりとか、普段はねガジェットのお話よくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたら、ぜひいいねもしくはチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。